写真拡大。キャンプでファンと接触して右肩を痛めで遅れていた中日松坂大輔投手38が昨年9月13日の阪神戦以来306日ぶりに一軍マウンドへ戻ってきた。16日の阪神戦、名古屋ドームで今季初登板初先発。今季から背負い慣れた背番号18となった平成の怪物の亮は初登板は5回を91球、4安打2失点と粘ったが、勝ち負けはつかなかった。立ち上がりから不安定さを露呈。初回に近本、糸原に連打され糸井の犠牲であっさりと先制点を献上した。逆転してもらった直後の3回には西一、二塁とし、またも糸井に敵陣二塁打を浴びて追いつかれた。最速は142キロを計測したが、直球は1割程度で多彩な変化球を駆使。苦しみながらもなんとか5回を投げ切り、ゲームは作った。それでも、長いイニングを投げることができず、中継ぎ陣に負担をかけてしまい申し訳ないです。もう1イニング、2イニング投げたかったです。次回は長いイニングを投げてゲームを作れるようにしたいと申請します。